野崎チャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、巨人のドラフトの通信簿チェックということで、はい、昨年のドラフト、はい、1位浅野、2位萩尾、3位田中、4位門脇、5位船場様、全員1軍にいます。おお、しかも同時にだからね。はい、すごくない？すごい、ね、しかも結構みんな活躍してますよ。そうだね、うん、じゃあ俺なんて言ってたか言った、はい、言ってあげて。巨人は投手野手ともに全体的に高齢化、うん、30前後のレギュラーがいない中、1位2位で外野手を獲得、うん、門脇獲得には中山に満足していないというメッセージ性がある、うん、で船場様、田中の2人に今回のドラフトの評価がかかっている。2人ともリリーフで即起用される可能性があると。意外とドラフト後のコメント当たってますね。俺意外とやっぱり分析する目あると思う。はい、うん、じゃその中でね、はい、浅野も今、うん、一軍で8本。お、予言は、予言者いるよ。あれ、そんな予言ありました？うん、シーズン前にした予言あんだよ。なんか予言会ありましたもんね。うん、浅野が10安打とかって言ってて、はい、一軍で、いやいやいやみたいな、高卒1年目やでみたいな言ってたらホームランも打つし、はい、今8本だから、はい、あと2本、でもあれ2本打ったら当たるの予言。そうですね、打つな2本ぐらい、うん、打ちそうですね。でも3本打ったら外れるで。そうそうそう、2桁ヒットとかじゃなくて10本って、10本って、10本、11本だったら外れるよ。見えてた10本打つの。いや、もうバッチリやな、タイミングさえ合えば飛んでたんです。そうなの、はい、高卒1年目やのに、はい、それぐらい能力なかった。高松商業の時からね、追ってたんで、俺も好きやで、追ってたんですよ。あれ、グータッチやめるとか言って、グータッチやってるよまだ。どうですか、やってます、まだグータッチ。しっかりやってます。たまに激しい時あるからね。見えてないから先生、画面に。俺も巨人の予言何言ってたか忘れたわ。忘れたね、うん、私原監督グータッチを今年はやめるって予言して。まあでもその中でね、はい、浅野も1軍でホームラン打って、はい、萩尾もね、うん、今1軍に上がってきてて、はい、まあ、なかなかまだね、萩尾の方はまだそこまで思ったより、ね、はい、あの結果っていうところがね、残せてないけど、うん、田中千春も今1軍で頑張って、結構投げてますよ、うん、29試合、はい、で防御率 5.57、 リリーフなのにちょっと一発病あんねん、はい、あの32イニング投げてホームラン4発打たれてるからちょっと多いよな。で失点22あるから、うん、もうちょっと頑張りたいね、はい、でもまあまあまあね、リリーフでいいから、はい、あと船場様、うん、いい感じで投げてますよ。いい感じで投げてるからね、はい、今防御率 2.95 だからね、うん、で25試合と、はい、っていうところで、うん、いいね、はい、感じ。門脇ね、うん、昨日もいいところで打ってたしな、はい、まあ、坂本もね、怪我したりっていうところで、まあ、サード守ったりいろんなところで守ってるけど、うん、はい、ちょっと中山もう壊れちゃったんじゃない、うん、逆に。そうですね、でも中山も2割4分4厘ね、うん、打ってるからね、うん、うん、門脇2割5分だからいい競争相手だね、はい、全員1軍すごい、ね、高卒がいるにもかかわらず、うん、全員1軍、うん、これ評価A です。おお、早い。 A しかないやんな。そうですね、うん、ジャイアンツドラフト後、原監督、今日は本当に100点ですね、はい、抽選で久しぶりに当てたからな、ジャイアンツ。あ、そうだ、何連敗さんと、ね、そう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 、浅野は3拍子4拍子揃った大きなスケール感ある選手になってほしい、うん、浅野君はちょっと時間がかかるかもしれませんが、あとは即戦力でプレーできる選手と思っている。投手2人、野手3人、外野外野内野ともう完璧だ、うん、思い描いたミーティングしてた通りのメンバーで指名することができたと思って、うん、そんで全員一軍やからな、はい、言ってることも現実的になってるし、うん、結果としても素晴らしいからね、はい、完璧やな、うん、じゃあなんで B クラスやねんっていう。いや、でもあれじゃないですか、やっぱり B クラスになるほどちょっとこう人がいないっていう中で、こうやってルーキーが全員一軍に来てるってことですよね。だからまあそう考えると、うん、まあ、2021年ドラフト、はい、大勢ね、新人王、はい、今いないからね、はい、それもちょっときついよね、うん、で赤星がやっとね、今良くなってね、はい、帰ってきたっていうところもあるし、あのグリフィンが落ちた流れで出てきたんですよね。そうそうそう、で、あと今年のドラフトでいうと、うん、あの育成の松井、はい、先生推しの、うん、頑張ってるからな、うん、で、2020年、山崎伊織ね、はい、で、中山、で、秋広ね、うん、この年結構出てきてますね、うん、平内はどこ行ったんだろうね。うん、そうですね、ドラフト1位、うん、また肩痛めたのかな、あ、また怪我かな、うん、で19年1位、はい、掘った、もうどこ行ったんだろうね、めちゃくちゃ期待してますよ、ね、うん、でも井上この前投げてたけどね、はい、まあ、ここからの成長が期待だね、うん、で18年高橋、うん、今ちょっと伸び悩みだね、うん、直江、はい、ちょっと伸び悩みだね、横側ね、で戸郷6位、はい、ね、この年戸郷今年6位なんですか、すごいよな、うん、今エースだよ、エースですよ。で17年桑原、岸田、はい、大城、うん、北村、田中、若林、ここがもうね、もう一伸びピッチャーがね、うん、来なかったっていうところと、はい、吉川畑、
だからあれやな、ジャイアンツのね今低迷の原因ね分かったわ、うん、2013年から2017年までの上位で取ったピッチャーが特に先発で誰もハマってないの。上位の先発だって13年もさ、はい、まあ、田口平じゃんね、うんうん、もうあの他のチーム行ってるでしょ、はい、うん、で14年も戸根高木っていうところハマらずでしょ、はい、で15年も桜井、ね、ハマらずでしょ、うん、でまあ、中川がね今守護神になってるけども、で16位畑、谷岡ハマらずでしょ、で17年え桑原ハマらずでしょ、で18年高橋、うん、直江だって横が、まあ、戸郷が来てるから、まあ、こう17年までのこの1,2,3,4,5 年間がちょっとハマらないかったのが、でここだってここがさうまく来とけば、うん、今さ2023年だからさちょうど7年目前後ぐらいじゃん、うん、一番いいこの30前後の脂の乗ったぐらいの時、うん、はい、もしくは26、7ぐらいの時の生きのいいピッチャーがここでうまく稼働してないところが、はい、今のやっぱり投手陣の苦しさを、そうですね、うん、多分物語ってるな、ここの失敗が大きいな、うん、やっぱり一番やっぱり先発が苦しいっていう感じありましたからね、うん、しかも12年の菅野もね、うん、結局これあの拒否拒否してジャイアンツだからね、はい、うん、11年の松本、今村、伊調高木っていうところ先発埋まらず、で10年の沢村、宮國埋まらず、長野、太田、えどこまで行く、もう2003年まで行かんとこの戸郷までの間買い抜きの、うん、しかも1位2位で言うとよ、この2020年の山崎伊織まで来るまでに、はい、2003年の内海から空白の17年間ある、先発が全くいないってことですか、まあ、菅野がね、はい、いるけども、まあ、これはね、まあ、12年の、うん、そう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 、拒否からの巨人だからね、はい、まあ、あれだけども、うん、いないところがこれ苦しさちゃう、そうですね、うん、誰もいない、だから今年最初ほぼ外国人投手でしたもんね、そうやな、うん、これやな、ドラフトの大失敗やな、上位で先発で長年頑張ってるって言っても戸郷までいなくな、うん、いないですね、いないよな、下位探してもいないよな、うん、上位だけじゃなく、うん、完全もうドラフトの失敗やな、うん、これはもう言い切れるな、先発がね、おらんもん、はい、しかも宇都宮もさ自由枠だから、いわば逆指名みたいなもんや、うん、だから完全逆指名なくてドラフトになってから先発戸郷まで全くおらんな、まあ、もちろんね抽選外したとかもあるかも分かんないけども、はい、でも山手テストみたいに外れ外れでもトリプルプレーになるから、うん、外したからって言ってもドラフト4位とか3位ぐらいでも球界のエースになってるやついっぱいいるから、あの山本由伸投手もそうですよね、とか則本とかもいたわけやろ、はい、2位に、ね、2位でした、うん、だから外したからっていうのは言い訳にならないよね、そうですね、うん、正直ね、見る目があったかっていうところですね、戸郷だって6位で今エースになってんだからね、うん、はい、そう考えたらちょっとドラフト失敗な、今のこの投手陣、この過去のドラフトから見てみるとね、投手陣っていうところで言うと、うん、だから苦しいんだよね、でもあんまりこうあれですね、 A のドラフトでも先発を取ろうっていう感じはそんな見えないですね、だからやっぱ外国人で補おうとしたんじゃん、あ、まあそっか、うん、取ってるか、まあ、あとは、うん、計算上よ、はい、戸郷、菅野、赤星、山崎伊織、あと、まあ、堀田健伸投手とかね、うん、で、あと外国人、そこら辺で保てるって多分思ったのかもしれない、若い人たちがこう上がってくるだろうって、うん、で外国人で補って成長させようみたいな、うん、はい、それがいまいち上がってこなかったところはあるかもしれないけど、うん、ちょっとドラフトの失敗やな、はっきりとだってもう見返したら、うん、まあ、そうですね、いろんな反論があれば、うん、コメント欄でお寄せください、でも現にいないからね、うん、それは仕方ないね、まあ、本当でも横川投手とか、うん、その辺がこう出て赤星投手とかこう成長して出てくるとこにやっぱかかってますね、うん、そうだね、うん、でもまあ去年ドラフトはね、はい、今年も全員一軍に同時期にいて、うん、まあ、いい形で頑張ってるとこを見れば、はい、未来に向けてね、まあ、楽しみが増えるドラフトだったと思いますけども、はい、今年のドラフトはもう あそこやな、うわー、もう見えました、うん、あの9回後ぐらいです、はい